経済学部の中村和之教授を紹介します。中村教授の専門は財政学と公共経済学で、公共財の自発的供給に関する理論的研究、また地域間の所得格差を調べその評価手法の研究に取り組んでいます。財政学っていうふうに言いまして、国だとか、自治体だとかの経済活動を研究する学問です。日本の地方財政ですね、都道府県だとか市町村の財政を研究するということと、もう一つは、地域間の所得の格差あるいは経済の格差について、研究をしています。全国のさまざまな地域経済を研究する中村教授、少子高齢化が進み地方自治体の経済を取り巻く環境も変わってきているといいます。今全国の自治体ではですね、これまで行政がやってたサービスを、例えば地域の人々にも、やってもらおう、あるいは手伝ってもらおう、そのために、少し費用は支援をするというふうな試みがされていて、でそうすると、それぞれの地域では地域に必要なものを自分たちで考えて提供できるということで、新しい試みというのが、いくつか始まっていると思います。中村教授の研究室の学生たちが現在取り組んでいるのはアニメツーリズム、人気アニメ効果による町おこしについて。アニメの舞台になったようなところっていうのが、県内でもいくつかあるんですけれども、そういうところに、観光客の人々がたくさん、来たりしている。でそういう現象を見て、そういったものをきっかけに町づくりができるのか、あるいはやろうとするときにどんな問題があるのかといったことを考えています。学生たちの調査結果によると、アニメツーリズムには愛好家たちによる聖地巡礼ツアーという独自の現象が起きており、映画やドラマによる町おこしとは異なる効果があることが分かりました。財政で困窮している自治体が安く町おこしができるんで、さまざまなところで、さまざまな地域でいろいろ町おこしできるんじゃないかということで、やっぱりアニメツーリズムを用いた町おこしっていうのはできるなと思っています。都会の方が人がいっぱいいるし、もちろん注目度も高いだろうから、都会の方がやっぱりアニメツーリズムするのに役立つんだろうなと思ってたんですけど、それと反してやっぱ地方の人があんまり来ないようなとこだったりっていうのが注目されるっていうのは結構驚きでした。私自身聖地っていったものにね、全然知識がなかったんですけれども、こういう形で、観光のね、一つの資源として使えると、言ったところはですね、非常に新鮮でしたよね。だから地域の人を、巻き込みながら、で地域の人が、自ら作っていくと、決して上から降りてきたもんじゃないというところが、やはり息が長くて大きく育てていくといったところでね、ポイントだというふうに思います。新たな地域経済の活性化について研究する中村教授、今後の研究の展望は。今後の研究は効率と公平をキーワードにして、研究を進めていきたいというふうに思っています。効率と公平っていうのは社会の2つの目標なんだけれども、なかなか両立はしない。どうやって両立させていけばいいのか、あるいはバランスを取っていけばいいのか、研究したいなというふうに考えています。